室町時代の歌合わせ、71番職人歌合わせ、より、放火笹竹を背負い、小切子を手に持つ絵帽子姿の放火し小切子とは、日本の民謡、小切子武士などを歌って踊る際に用いる民族楽器である。漢字では、小切子と表記される。中世にあっては、大道芸の一種で、主に曲芸を行った放火が常時形態していた楽器であったことが知られている。 長さ七寸五分に切った竹を両手に一本ずつ指先でつまみ回しながら打ち鳴らして踊り歌う。太さはおよそ1センチメートルである。日本では中世の時代から使用され、中でも室町時代中期以降に現れた放火師は常に小切子を打ち鳴らしていた。この小切子大楽器としてフルに活用した民謡が小切子節である。小切子節は 富山県五箇山地方のものが有名だが、他にも新潟県柏崎一目谷のあやこ舞の演目にも見られる。五箇山の小切子節では、小切子の竹は七寸五分じゃ、と、その長さが明確に歌われているほか、月見て歌う、放課の小切子、と、放課が歌われている。小切子節の伴奏に用いられる、民族楽器には他に、笹らがある。また、大道芸の一種である、 放火の特技の一つとしても知られる。放火師は、小切子を打ち合わせて表紙を取って、物語歌を歌い歩き、あるいは辻に立って歌い、特に子女からの人気を集めた。ありがとうございます。